上川外務大臣はイスラエルの後編外相と会談しガザ地区の人道的状況の改善のため一時的に戦闘を休止するよう求めました上川大臣はイスラム組織ハマスによる残虐な殺戮や誘拐などを含むテロ攻撃を断固として非難すると述べイスラエル国民との連帯の意を表明しました,また 人質は即時解放されるべきだと述べましたその上でガザ地区の人道状況を憂慮しているとし一時的な戦闘の休止と国際法に従った行動を呼びかけました日本人の安全確保への協力も改めて求め後編外相はしっかり協力していきたいと応じました会談では事態の早期沈静化に向けて協力していくことで一致しました その後、上川大臣は誘拐され人質となっている人の家族と面会し人質の解放やテロなき世界に向けてできる限りの努力をしたいと伝えました。